南国宮崎 TV 始まります。皆さんこんにちは。今日はサイトバル、古墳群のコスモスを見に来ました。ご覧の通り満開ですね。今日はなんか祭りが催されてるみたいです。それでは、本日もよろしくお願いします。ネット情報では、毎年300万本のコスモスが咲いているということなんですけど、300万本とは言わないんじゃないですかね。毎年そう思うんですけど、かなり規模が大きいですよね。このチャンネルは宮崎の情報を発信しています。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますね。今日は前半の撮影をポケット2で今、やっております。後半は一眼レフを使ったりとかして撮影をしたいと思います。なんか花も大きいですね。すごい立派ですね。蜜を集めてますね。サイトバル古墳群でお墓の中を見られる、これは何というお墓でしたっけ。鬼の岩屋古墳ということですね。久しぶりに行ってみましょうか。久しぶりに入ってみましょう。中が撮影できるか分かりませんけど、エコクラインで。落ちました。
あそこにちょっとした展望台らしきものがありますけど、お祭り広場もすごい人ですね。なんかいろいろ出ますね。落花生とか。コスモスとは全然関係ないんですけど、ホサホズカメサホズカというとこに来てみました。確かの今年の桜祭りの時はここに出店が並んでたんですよね。でここはイベント会場になってましたね。まあそうですね、桜祭りの時はこの桜の下が適切なんでしょうけど、まあ、やっぱこの桜が咲いてますね。見えるかな。季節外れの桜が咲いてるというのが話題になってるのかな。この間の天ヶ城公園に行った時も桜が咲いてましたけど、なんか話によると
話によると、あの台風14号の影響でなんか桜が勘違いしたんじゃないかという、よく分かりませんけど、今の時期に桜も、まあ、コスモスってあの秋に桜って書くじゃないですか。なんかコスモスと春に咲く桜が同時に咲くなんてロマンチックじゃないですかね。おさほづか、えさほづか、おさほづかは二人木の御事、えさほづかは二人木の御事の中は入れませんので、あ、ここ入ってみたいな。苦手な雲が、入ってみたいけど入れませんので、ちょっと全体的に曇ってきたので、ちょっとしたら今度はあの博物館の方にちょっと行ってみたいと思います。それではあの一通り撮影が終わりましたので、ちょっと博物館の方に行ってみたいと思います。ちょっと曇ってきましたので、博物館にちょっと寄って中を見学して帰りたいと思います。中はあの撮影は禁止になっていると思いますので、入り口までご紹介しますね。確かあの博物館の見学は無料になってるはずですので、皆さんも気軽に足を運んでみてください。お休みの日も確かやってると思います。今日は日曜日ですけど見れると思いますので見てみたいと思います。ご利用ありがとうございます。はい、今、見学してきました。もちろんあの無料ですね。中はいい感じに、ま、どういう感じがいい感じか説明できませんけど、ちょっと薄暗い感じで、なんかいろんな展示物があってなかなかいい感じでした。皆さんもぜひ来てみてください。そしたら次はちょっと周りにあるお墓を見学できるところがあれば見学したいなと思うんですけど、もう帰るかもしれませんね。ちょっと行ってみたいと思います。
よろしく頼むぞ。